多摩川をですね、自転車で走ってたらバーベキュー場がありました。バーベキューのなんていうのかまどっていうんですかね、8個あります。いやー汗かきた、びっしょり。あの橋は何だろう、森なんか小川も流れてますね。いいっすね。今日はいつもよりだいぶ先の方にですね、もう羽村のあたりまで来てんじゃないのかな。ここになんかバーベキュー場の注意事項とか書いてあるな。あ、フッサですね。ここレイン広場公園とかなってます。レイン、この辺はレイン という地名みたいですね。お、犬がいる、犬が来た。これは私が乗ってきた自転車ですね。ソラ君のお下がりです。メリダです。マウンテンバイク。このスピードメーターをつけてですね、走行距離とか分かるようになりました。今だいたい400キロぐらいですね、トータルで。一月半ぐらい結構走ってるっちゃ走ってる。400キロって東京から名古屋ぐらいの距離ですね。さあもう少し先まで行くか、もうこの辺で戻るか、どうしようかな。これより先西の方にはですね行ったことないですね。多摩川の河川敷を走ってます。ここはクジラ公園のあたりですね。左側にですね延々とつながっているのは桜の木です。約1キロぐらい延々とこの土手沿いにですね桜の木が植わってます。春になって桜の咲く頃になるとこの土手はですねすごい壮観ですね。この辺りの桜の名所になってます。右側の方がですね多摩川流れてます。ここは河川敷が広くなってて野球場だとかテニス場だとかサッカーコートなんかもありますね。今日は平日なんでほとんど人がいませんけども、休日はですね結構散歩する人とか、この道は人気がある道なんで人出が多いと思います。去年はですね近所の方とですねこの桜満開の時にですね見に来ました。本当にすごかったですね。桜の始まるところからですね桜の木の終点までですね多分1キロぐらいはあるんじゃないでしょうかね。歩くと15分、まあゆっくり歩いて20分25分ぐらいでしょうかね。本当に花見の時をですね、桜の満開の時をですね、最高の道です。こうまっすぐ行くとですね、立川方面になりますね。今、右側の方に見えてるアーチ状の橋は玉尾橋ですね。右側には野球場ですかね、これ。ありますね。今日は平日だから野球やってないですね。土日はもう大変ですけど、ここがちょうどあの桜の終わるところですね。ここまで約1キロです。